道山本チャンネル。はい、皆さんこんにちは、道山本です。今日はですね、2月の24日に行われた新堀和夫とガチトーク、こちらのですねダイジェストをお送りしたいと思います。結構ですね、いろんな話があって、例えばその新堀さんと僕のですね、撮影、東映の撮影秘話とかですね、それからこれも結構貴重で、福澤さんのトゥーツアクターを演じたがから監督になった時の演じ方とかね、そんな話とかもいろいろ聞けたんですけれども、4月の10日ミスター仮面ライダー中屋敷哲也とのガチトークです。ゲストにですね、大野研究会の岡田勝、僕の師匠ですか、ライダーアクションとは何か、当日起きるアンコール劇場は何か、会場で会いましょう。ダイジェストということで、今日は皆さんにお送りいたします。三堀和夫とガチトーク。お座りください。じゃあ失礼して座らせてもらいます。なぜに大野研究会だった新堀和夫という人が入ってって、ずっと14代やってたんですよね。でね、俺はね、それがその高校生ですごい多感な時期じゃないですか。でね、俺ね、横で見てたんですよ、そのバイオ見た時に、なんでこの人みんなジャックで、俺がだって主役の人は例えば大場健二さんとか春田さんとかいろいろいるわけですよ。でみんな虎視眈々と、なんで俺たちジャックのやつらが主役じゃなくて、そんなフリーのニーボリなんかやってんだよっていうのは当然あったと思うんですよ。あったあった。だから俺はね、もういきさつがすごいのよ。だからゴレンジャーでそのやって、ゴレンジャーは2年ぐらい続いたのかな、はい、で1年ちょっとぐらい俺やったら、プロデューサーが研究会は降りてもらいますって言われて、だそれがゴレンジャーね、まずゴレンジャーでしょ、はいはいはい、それでゴレンジャー降りてもらいますって言って、誠主役、俺の変身前の誠さんはね、ニーボリだけ残ってくれよって俺言われたんだけど、はいはいはい、でも研究会が去るんだったら、いや俺もいいですっつって、はい、俺もねゴレンジャーやめたわけよ、はい、一応そのそういうところに行って、焼き物からこう、はいはい、いろいろやってたのよ、はいはい、したら俺のね、その板前の師匠がね、はい、にぼり、お前に会いに来てんのいるぞって言って、うん、で頭が飲めないのに来て、でいやいいでいいです関係ないですからって言って、で3回も4回も来たわけよ、はいはいはい、じゃあ一回会ってやれよって言って、はい、で会ったのよ、はい、したらかつ、この5人ものでな、はい、バトルフィーバーっつうのをやるんだよって言うから、はいはい、お前ないいもの持ってんだからね、もう一回だけやってみろよって言われて、ああほんで、どうしようかなって考えて、はい、じゃあやらせていただきますっつって、はいはい、でバトルのその撮影に入ったわけね、はい、うん、そしたらこれもう何話ぐらいかな、そしたら俺の師匠が降ろされたわけよ、うん、あとビッグアクションっちゅうのか、で降ろされて、うん、だからカズどうするっちゅうからさ、はい、いやで、プロデューサーは、はい、新堀君でお願いしたんだよって言うから、そうですか、それで、いやじゃあ今回だけはこれバトル終わるまでやりますっていうことで、はい、続けたのよ。だからその時にジャックとこう、うん、俺一人だよな、うん、だから結局ほらビッグアクションがザーッと抜けて、新堀さん一人だけでやるわけになったわけでしょ。でそれでその切り替わる時とかもそうだけど、みんな虎視眈々と、なんで新堀がやってんだよって思って、やっぱりほら早くこう押しのけて俺が主役やるぜってみんな思うと思うんですよ、この業界だったら、まあ、だからね、その1年やだけやって、じゃあもう終わりだなと思ったら、次のバトルの次はな、デンジマンか、で新堀君デンジマンもちょっとやってくれよって言われたから、プロデューサーからね、はいはいはい、でに電磁盤もやりました。その時にはもう、うん、大場健二と春田純一というのは俺と年一緒なのよ、69なんですけど、ああ、うん、これは還暦祭りやったんだけど、うん、69なのよ、うん、春田と健二だから、その頃のから付き合ってるから、うん、でまああいつらすっぴんと両方やるから、まあこれだったらまあもう1年やってもいいかっつって電磁盤やって、はいはいはい、次も次のこのサンバルカンもニーボルカンやってくれよって。でそれは誰が言ったんですか。ジャックはね、はい、本当はもう俺じゃなくて自分の身内を使いたいわけだよ、うん、ですよね、立石とかそうじゃないですか。だからプロデューサーがそういうふうに言ってるからしゃあないって、うん、だからあの当時、うん、レッドランってのはやっぱりね、俺じゃなくてもジャックにもいたわけよ、うん、いまし、うん、岡本とかね、いっぱいこう いるのよ、ええ、でも俺がやって、うん、
でもね、一人でやってて辛い時もあるよ。だって、うん、自分であの当時ね、面なんていうのは例えばパチンとって、うん、今こうなんかいやピンでこう止める2つタイプがあるんですよ。こうやってピンでガチャッと、これアップ用と、まあ、皆さんご承知の通りアップ用とそれからアクションの方2種類があって、アップ用はこうピンでこれパッチンって言ってカチャってるのが見えるとあんまりみっともないんでこう入れるんですよ。でだけど普通のアクションの時はパッチンってこういうのやるんですね。だけどあれってね、一人でこう外したりするのできないんですよ基本的には。でもね、俺はね、そだからジャックの若い子はみんなその後の4人はもうジャックのメンバーじゃん。でしょ。だから下のやつはもうみんなこうやってやって、だから最初の頃はね、俺のとこに来ねえからさ、な、そりゃそうだよな。パッとって言ったでしょ。うん、だから他人だから、だから自分で面持ってきてつけたよ。それ上手くなっちゃったよ。いや本当自分でやんなくちゃいけないんだもん。うん。たさすがにこれピンはダメだけど、うん。だから。そういうまでやってて助監督がさ、うん、もうその時助監督蹴飛ばしてやろうかなと思って、うめえやろ早く抜きたいし、うん、だから俺なんかその時にはもう一人だから、だから例えば喋る相手もさ、うん、ケンジとあの春田が行った時はね、うん、こう会話して、でもいつもいるわけじゃないから一緒にいるわけないでしょ。だからね、そういう面じゃもうねしんどかったよ。それでね、うん、俺もだから俺にこうなんつうの、なびいてニーボルさんのところに弟子にしてくださいっていうのが何人か集まってきて、うん、ああそれでこう何力関係がこう出来上がってっていう形ですか。まあそうだね。だからその講談社の大島さんっていうあのキャメラがいるじゃないですか。で僕の知り合いがその講談社の編集やってたんですよ、うん、ただやっぱレッドはあのいわゆる主役ね、うん、はやっぱレッドアクションじゃないとダメなんだよなって言ってましたよ、うん、あそうそう、だ多分その現場はやっぱりレッドはニーボリーで、やっぱニーボリーの流れじゃねえとかっこよくねえんだよなって言ってたんです。あ、だから俺もね、一、うん、人だからなめられるの嫌だから、うん、他こうやってると、まあ、マットとかトランポリンあるんだけど、マットのところにガーって出てこうやって撮影見てたからね、うん、俺あのやるしいかなって思うんだけど、うん、舐められちゃいけないと思ってポーズでしょある意味、うん、そうそうそう、だそういうね、うん、ちょっと外れたことをやっぱりやってきたのよ。だね、うん、立ち回りもすごく誘拐とな、うん、ジャックは、はい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 、ジャックはちっちゃくスピーディーにって、まあどっちかというと空手アクションみたいな、県誘拐はオーソドックスでこうね、はい、大きくやるみたいな、はいはいはい、だからねこれ見ててラッシュとか見てると俺だけ遅いんだよね立ち回りが、うんうん、ああこれはやっぱり県誘拐のあれだから大きくやってるからしゃあねえやなって、うん、だからそれをコンパクトにやらないと、うん、あの県誘拐のそのアクションとジャックのアクションをこのミックスして、うん、やるように努力したのよ。ああでショーに行って俺悪ボスやって怪人の悪をやってニボラさんが主役やったんですよ。でね、まあ、これ俺の責任なんだけど間違って片足を深めに入れちゃって殴りってこうパンチなんですけどこれバーンって入っちゃったんですよ。で怪人に終わってで俺のせいだから俺バーって鼻血出しちゃったんですけど鼻血出したまますいませんでしたって謝りに行ったんですよ。そしたらねニボラさんがね、うん、お前が悪いんだぞって言われたんですね。それはそうなんですよ。それで、ね、それ高校の時ね。でもね、ちゃんとその後こうオチをつける。山際疲れただろうって言ってくれる。こう隣で運転してるわけですよ。俺高校でこうやってもうね、こう泣きながらいや大丈夫ですみたいな、そういうこう不正っていうか優しさがあるんですよ。だからやっぱりそのたった一人でずっと14代守ってきたレッド。のそれを見た画面で見てる人たちでアクションを着ない人たちが俺を弟子にしてくださいって言ってたった一人の中でこうやって入っていって一つの組織になっていったっていうのは俺はねすげえわかるしあの嬉しいんですよ。だからなんで俺とバイオマンとかなんかはここにここに目線の黒があってあこっちかだからもうだからここにあるのよ。そう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 だから本当に見るためにはもうそうなんだけどおかしいじゃん顎が出て、うん、だからねはあのよーいっていうまでこうやって見ててスタートしたら下げてやるのよ。だからもう足元しか見えない見えないですよね感覚でな。まあでもねアクションってね前世の頃はね本当にね目をつぶってもできるのよ感覚で。もうそれ本当にあのザトウイチじゃないけどザトウイチゴレンジャーじゃないけどそういうヒーローみたいなので、うん、もうこうなっててねもうできちゃうもんなんだよ。アメリカに渡ってまたねそこがニーボリさんのすごい魅力的なところなんですけど陣中見舞いにハリウッドまで来てくれたんです。すごいでしょ。
で僕は当時、マスクドライダーやった後あの B ファイターカブト2シリーズ僕やってるんですけど、その時に、隣で坂本監督がすあのセンターをやっていて、で僕はライダーとそこの流れやってたんですけど、でちょうど前田さんっていう、そうだ俺両方あのパワーレンジャーと、ね、うん、我がやってるやつの方にこう見に行って、そう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 、もうなんかすごいよ、あの日本 その撮影風景と全然違うの、もうスケールが違うのよ、とにかく、うん、まあ分かりやすく言うと飯食うのもさ、もうすごい車でこう来てケータリング、ね、ああここで出してくれてるわけよ、いやすげえなこれだ山際ってこれ言ってお前よなんでこんなに待遇いいんだよってね、そうそう、いやだって当日なんかその来るっての僕なんかお手紙いただいててマネージャーから、おいできたら、でちょうどその日大立ち回りの日で、うん、うわー新保さん来るよどうしようとか一瞬思ったんだけど、うん、現場止めなきゃいかねえなとか思って、うん、だからよ行ってよかったよな、だってみんなほら相手あの使ってる人間がみんな外人じゃん、アメリカ人、パワーはあの日本人があれなんだけど、こっち外人みんな使ってるから、でもパッと俺の方見てなんかもう嬉しかったね、本当に嬉しかった、まあね、言っといてくれたのか分かんないけどさ、うん、本当かね、もう嬉しくて、まあね、あのもうつけないわけいかないから立ち回りワンカット、ちょうどワンカットのシーンでガーッてつけて、それで新保さん見てもらって、ああのなんかちょっとあの、ね、恩返しさせてもらったかなとか思って、いやもうかっこよかったよ、あそうですか、かっこいいなってね見てたよ例えば雅彦と俺はどう対応したらいいんだろうとかさ悩んだよね、わ、うん、かんないから、だからいろんな面でこうやって、うんうん、その芝居っていうのはどういうふうに勉強したんですか、え芝居の部分はどうやって勉強学習したんですか、学習、うん、だからそれはもう自分の気持ちになって、もしあのこのアマゾンはどうしたらいいんだろうって、ない芝居の経験もあんまりなかったから、うんうんうん、あどうしたらいいんだろうってやっぱり悩んで、うん、それでああ分かんなくなっちゃったっつって、んでまあいいやって、とりあえずその相手がいるわけだから、うん、それであれしようって、だから俺あの雅彦に結構芝居教えられてもらってるか分かんない、あれはね、雅彦っていうのはすごい子役でうまくて、うん、で自分であの子役なのに東北とかなんか一人で行って自分で仕事取ってきちゃうぐらいの、あだから人すごい人、雅彦、雅彦、雅彦はね、うんうん、であの母親も一緒についてきて、うんうん、だから母親の教えもいいんだろうね、じゃあそれをこう横目で彼の芝居見ながら、うん、こう感じたものがあってそれを返すみたいな、だからあと雅彦とその須野岡崎のね芝居をこう見てて、うん、あこれで面つけたら俺こんな感じで雅彦と対話すればいいのかなとかさ、うん、やっぱりそういうふうに思わないと、ただ何にも考えないでやってるとダメだけど、うんうん、だからあの中でこうなんとかあのゴーとかなんとかなんとか発信みたいな、うん、それやってんの新堀さんが最初なんです、あれだからね、うん、俺が考えてやったのよ、だからとりあえずただなんとか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 どうなってなんじゃ意味ねえじゃん、だからそういうのをいろいろポーズして、であの山岡があのなんだよ向こうで見てたらこんな感じでどうちょっとあいいんじゃねえかそれでって、うん、だからそのスイッチを押す前になんかポーズ入れてくれよってこう言う、向こうが言うから山岡さんからとか言う、俺がだから言ったの入れた方がいいんじゃねえのって、みんなこれ一緒になっちゃうからって、あ表情がないからね、面だからね、だから微妙にこう、ま、なんとかカーンとかさこうやったわけよ、顔でも芝居してんですよ面の下でも、だからそれがね、うん、あのよくて、だから全部そういう風になってきたんだよ、だからもうねなんとか空丈は悪いなんとかってもう長いよ早くだから見てる人は早く遅いよって例えばね無駄に長い、うん、そ1お願いします、よはい須澤博文さんです、はい、よろしくお願いします、何ですかレッド、レッドはガオレッドですね、ガオレッドキャラクターブルーとグリーンが入ってるから、あ、うん、じゃああの5人の中で並んでたのは11年間やってたんですね、そうですそうです、あ11年、その時の心なんかこうなんていうのかな、続けていく時の哲学とかこういうふうにしようっていうのはやっぱりどんな感じで決めてたんですか、まあ、だからあれですよね、なんかこうその前年にやってたアクションの仕方と表現を次の時どう変えるかっていう、うん、立ち回りのリズムだったりとか振り方をまあどう変えて
もうこのスタイルはもう今年やったから次違うスタイルっていうのはなるべくこう目指して、あと一番初めにあれですよ、うん、あの新堀和夫みたいになるなと言われながら育ったんでなるなと言われたの。そう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 、なんでそれはどういう意味ですか。それはアクション監督やってた武田さんが、うん、やっぱ新堀さんの時代のイメージがやっぱずっと強いわけですよ。レッドは新堀みたいな。そうで、まあ結局俺がやっぱりこうやることによって、まあお世辞もあると思うんですけど、はい、まあ、スチールマンのこう昔撮った人とか、大島さんとかね、いや新堀ちゃんに似てるねとかって言うわけですよ、うんうんうん、でも個人的にはなるべくスタイルを変えないと、うん、やっぱ生き残れないっていうのはあるんで、そのスタイルを変えるっていうのは、ただこれ2つ考え方があると思うんですけど、新堀、うん、さんの時は俺がやってるんだっていうレッドじゃないですか。そうよ、俺はあの時代は、その時代は俺だって素の人間真似しないもん。お前ら逆に俺を真似しろっていうようにやってたから、うん、それが強いんだろうねきっとね、うん、でそれを似せないで役者がやっているものの延長で演技しろってことですか。ね、そこもちょっと役者じゃないんですよね、うん、なんですか。役者じゃなくてその役、いや役、うん、で役者の真似するわけじゃなくて、うん、そこのこの役がこのスタイル、うん、だからそこに、まあ、役者もとも、もう、うん、寄ってきますよね。そこを2人して目指すっていう、あで役者がこうやってるからそこをやるわけじゃないです。だからその辺がよくよくこう、まあ、間違われるかなっていうのはあるんですけど、うんうんうん、2人してここのなんだまあ、プロデューサーなりこういうキャラクターを作りたいですっていうのに対して役をやるその、まあ、変身前の子と、うん、そこを同じ場所を目指すっていう。じゃあ福澤監督に全てお任せします。あ、はい、はい、じゃあね、じゃあね、はい、俺がレッドビュートって言うからしたらお前突っ込んでこい。したらこれピューッと大変だ。ギャーギャー落ちた。ちょっとそれでこのままちょっと前に来ないよ。入れ替わってきて、この入れ替わるときはどういうきっかけですか。だから落ちたらグッとなって見てパパッと入れ替わる。ああ、そうやな、うん、そんでこっちを見た時に俺がパッと構えるから、そしたら飛んでジャンプ飛んで飛んでおっ、これ左、うん、受けてで、こっちをボーン、おいパーンで、かわしてトーン、このままドーン、このままボーンとなるよ。よーい、はい、レッド